初めに神は天と地を創造した。地は空白として闇が混沌の海の表にあり、神の霊がその水の表に働きかけていた。神は言った、光あれ。すると光があった。神は光を見てよしとした。神は光と闇の間を分けた。神は光を昼と呼び、闇を夜と呼んだ。夕べとなり朝となった。第一日である。生命活動の源、光。天から降り注ぐ太陽の光を生きるエネルギーとして、私たち地球上の生物は暮らしている。多くの生物の間で物質が循環し支え合う地球の生命サイクルの中で、光から栄養素を作り出し、全ての生物たちに分け与えているのが植物たち。そしてその光を使って栄養素を作り出す工程が光合成。地球上に息づく全ての生物にエネルギーを供給する究極のシステムである。私たち人間はこの完全なサイクルの中にありながら、化石燃料を中心としたエネルギーを使い文明を発展させてきた。そのツケであろうか、今公害や地球温暖化などさまざまな問題を抱え、私たちは地球全体へ大きな悪影響を及ぼしている。クリーンで新しいエネルギー源、地球に暮らす一員として、私たちは今再び光合成にその活路を見出そうとしている。大阪市立大学の橋本秀樹さん。橋本さんは生態物性物理学という独自の研究分野から、植物が持つ光合成の仕組みを解明し、新しいエネルギー源の創造を目指す研究者である。最も優れた機能を持っているのが光合成反応で、その光合成の仕組みを正しく理解できればですね、全く違う新しいその光エネルギーに変換する素子ができるのではないかと。光合成に関する研究は、世界人類の危機を一挙に全部救うと。自然界の食物連鎖の中で、多くの生物は植物が作り出すデンプンを栄養源にして暮らしている。この植物の中でデンプンを作り出す反応が光合成である。植物は太陽の光を使って光合成を行い、水と二酸化炭素からデンプンと酸素を作り出すが、そこには2つの大きな過程がある。それが明反応と暗反応だ。明反応では太陽の光を受け ATP という生体エネルギー物質を作り、暗反応でこの ATP を使って水と二酸化炭素からデンプンと酸素を作り出すのだ。光合成は自然界が持つ巧みなエネルギー変換技術であり、その能力には驚くべきものがある。私たちが光を利用する場合、主に使われているのが太陽電池である。現在では住宅や企業などにも備え付けられるほど大きな電力を供給できるようになったが、それでも変換効率はおよそ 1,2 割程度しかない。それに比べ植物の光合成は効率がよく、また光の粒1個を 100% 電子に変えることができる。この圧倒的な能力こそが新しいエネルギー技術として光合成が研究される理由なのだ。まあ今世界人類がその遭遇している数々の問題がありまして、端的に申し上げると何があるかと言いますと、
まず、エネルギー不足の問題がある、それから炭酸ガスの増加によるというふうに考えられているあの地球の温暖化の問題、それから、食料不足という問題がありますね。で、私はその光合成に関する研究がその全てを解決してくれるのではないかというふうに思って光合成の研究を始めているわけです。世界人類は今までその化石燃料といわれる、まあ、石油等に頼って、まあ、火力発電等で電気を起こしっていうことをやってきたわけですね。ところがあのその石油資源ももう枯渇状態にありまして、あと何年でなくなるというようなことがささやかれています。じゃあ他にもっと安全なエネルギー源はないのかというふうに見回した場合に、一番安全なのは太陽光のエネルギーということになります。その光合成の仕組みを正しく理解できればですね、その、半導体の太陽電池等々に比べて全く違う新しいその光エネルギーに変換する素子ができるのではないかと。光合成で特に重要なのは光から ATP を作り出す明反応である。この明反応の仕組みが分かってきたのは1970年代以降、生命現象を化学反応として考える生化学の発展によりもたらされたものであった。生命現象の化学反応に関わる物質、それがタンパク質である。タンパク質はその形、構造によって機能が変わる。精密機械の中で動くバネやゼンマイのように、タンパク質もその形が機能を司っているのだ。光合成の秘密を解き明かすには、この明反応に関わるタンパク質の構造の解明が大きな鍵であった。多くの科学者たちにより、光合成の明反応には数多くのタンパク質が関係していることが判明した。明反応では何段階もの工程を通ることでエネルギーの変換が行われる。さまざまなタンパク質を経由する中で、光のエネルギーは電子、そして生体エネルギー物質である ATP へその形を変えていくのだ。ではその仕組みを見てみよう。まず LH2 と呼ばれる色素タンパク複合体によって光が集められる。色素タンパク複合体はカロテノイドやクロロフィルといった色素タンパク質が複数集まってできたものである。 LH2 は数多く存在し、広い範囲から集められた光は同じく色素タンパク複合体である LH1 でまとめられ、中央にある反応中心に取り入れられる。反応中心では光のエネルギーを電子に変換して他のタンパク質に受け渡す。この仕組みにより生体エネルギー物質である ATP が合成されるのである。明反応とはこうしたタンパク質の一連の働きによって行われる反応だったのだ。明反応に関係する色素タンパク複合体の中にある色素の話なんですが、色素には大きく分けて2つありまして、1つは葉緑素と言われる色素、それから、カロチン色素、カロテノイドと言いますが、カロチン色素、この2種類があるんですね。葉緑素が緑色をしているということは、実は葉緑素というのは赤色の光を吸収する色素であって、青色部分の光っていうのは吸収しないんですね。で、逆に、カロテノイド色素、カロチン色素というのは皆さん人参をご存知だと思うんですが、あの色ですね、オレンジ色をしているんですが、あれは、青色を吸収する色素でして、その青色を吸収するがために赤色に見えると。だすなわち、青色部分を吸収する色素であるカロチン色素と赤色部分を吸収する色素であるクロロフィル色素、この両方を合わせ持つことによって太陽光の白色エネルギーを全てをカバーすることができるという特徴があります。光合成の効率にはこうした秘密が隠されていたのである。
植物に代表される光合成の仕組みを知ることで光を効率的に利用しようと研究を進めている橋本さん。中でも橋本さんが注目しているのが色素タンパク複合体を構成するカロテノイド。なぜなら植物が一番初めに光を受け入れる入り口の役割をしていたのがカロテノイドだからである。天然にはですね、カロテノイド色素は、世の中で発見されているだけで700種類ぐらいカロテノイド色素っていうのは存在するんですが、実はそのカロテノイドの機能とですね、その構造っていうのは実は非常に密接な関係があって、例えば光エネルギーの伝達ということを考えた場合、何が重要かというと、そのエネルギーの大きさなんですね。光色光合成細菌はカロテノイドを持ち光合成を行える細菌である。この細菌から採取したカロテノイドを構造解析していく。例えばある特定のカロテノイド色素だと、ある特定の波長領域の光のエネルギーを吸収します。でそれを伝達していくわけですけれども、構造を変えてあげることでその供給できるエネルギーの大きさを変えることができるわけですね。変えてあげることで効率とか機能が変わるのかっていうことを見ていきたいと。植物であれば育つまで1年程度待たなければならないが、細菌であれば簡単に培養ができるため、数日で必要な量の色素タンパク複合体資料を得ることができる。この中のカロテノイドを調べていく。培養液から光色光合成細菌を取り出すため遠心分離器が用いられる。資料を高速で回転させ、遠心力により溶液から細菌を分離するのである。さらに圧縮を加え、光色光合成細菌から光合成膜を取り出す。圧縮機で細菌に高圧をかけることで細菌内の内容物が流れ出し、この後精製を行うことで色素タンパク複合体が抽出されるのである。 X 線構造解析を行うためには、色素タンパク複合体を分子レベルで規則正しく並べていかなければならない。これが結晶化である。十分に溶けきった色素タンパク複合体溶液を作り取り分ける。一定温度で管理し、溶けきれなくなった色素タンパク複合体が結晶として析出するのだ。結晶を採取し装置に入れ、 X 線を照射する。色素タンパク複合体結晶から戻ってきた X 線を読み取り解析するのだ。読み取られたデータをコンピューターで処理することで色素タンパク複合体の構造が分かるのである。カロテノイドっていう物質は、900ポリ円骨格というのを持ってまして、それは二重結合と単結合がこう順番に繰り返されて、できている構造なんですね。でその二重結合単結合の繰り返しのユニットの長さによってカロテノイドの吸収できる光エネルギーの波長であるとか、あるいはカロテノイド自身の持っているそのエネルギーですね、それが変わってくると。長さと二重結合の位置によって機能が変わるカロテノイド。橋本さんはさらに構造と機能を関係づけるため、カロテノイドの人工合成に着手した。人工的にデザインした新しいカロテノイドを作り出すことで、その機能をより深く調べることができる。そう考えたからである。しかしカロテノイドを人工的に作り出すためには、生物学だけではなく科学などさまざまな知識が必要とされた。もともとその出身は理学部の化学、化学、ケミストリーで、就職者先がですね、実は大阪市立大学、今私大阪市立大学の教授やってますけれども、理学部ではなくて工学部だったんですね。で工学部の応用物理学科というところに就職しまして、そこで全然違う洗礼を受けたわけですね。半導体とかイオン結晶のフィジックスっていうのを知りまして、でその時代に、本当の今のベースとなるその物理学に対するものの考え方
を学んでですね、でちょうどそれがまあ6年間、助手の時代がありまして、その後ですね、今度は静岡大学というところで、今度はやっぱり工学部だったんですが、物質工学科といわれるところで助教授の時代を5年過ごしてます。静岡大学時代、合成化学を学んだ橋本さんは助教授最後の年にイギリスグラスゴー大学へ留学。光合成研究の権威の下で生化学を学ぶこととなる。光合成研究のため化学、応用物理学、合成化学、生化学と様々な分野の研究手法を体得していったのだ。有機合成化学の手法を用い、人工の新しいカロテノイド作りは進められたが、そこには大変な労力が費やされた。一つのカロテノイドを誕生させるためには19段階もの反応を必要とし、また一つの反応に数日を要することもあったのだ。こうして試験管の中でできた人工カルテノイドを高速光合成細菌へ戻し、光合成のできる形に組み上げて、その色素タンパク複合体を X 線解析した結果、カルテノイドはその機能や形状によって効率よく光を受け取るだけではなく、他の色素タンパク質に効率よく光を受け渡せるものが自然と選択されているということが分かったのである。実はですね、最近その研究をやっていく過程で、まあ、分かってきたんですが、やはりあ例えばアンテナと言われる色素タンパク複合体に結合しているカロテノイドには、ある特定の波長領域の光を吸収する方が有利であるということが分かってきて、必ずしもですね、自在に変えてあげたらより良くなるかというと、そうではないと。まあ、逆に申しますと、一番都合のいい、構造というのがあるということですね。ところが残念ながら、その光合成反応っていうのはカロテノイド色素があって、葉緑素があって、まあ、一番中心的な役割を果たしているのは実は葉緑素なんですが、その葉緑素が融通が効かないですね。葉緑素の構造はもう決まってますから、そのエネルギーを受け取る方の構造あるいはその機能っていうのが決まってますので、その葉緑素の方に最も光エネルギーをうまく伝達できるカロテノイド色素は一番効率がいいカロテノイド色素ということになります。さらにこれらの実験から面白い現象も発見された。色素タンパク複合体である反応中心にカロテノイドを入れると、自発的に組み込まれ結合したのである。これまでカロテノイドがどのようにして色素タンパク複合体の中に組み込まれるのか、そのメカニズムは謎とされていたのだ。実はこれ非常に面白いんですが、反応中心複合体っていうのは大きく分けると3つのタンパク質のユニットからできていて、でその中にクロロフィルとかカロテノイド色素が抱き込まれているんですが、これは自発的にできるんですね。カロテノイド色素が結合するサイトがあるんですが、よくタンパク質の構造の中に見ますと穴が2つ開いていて、こちら側から入ってもいいし、こちら側から入ってもいいというふうに思えるんですが、実はある一方向からしか入らないというようなユニークな情報が得られました。まあ、光合成細菌の中にカロテノイドを持たない突然変異の細菌がありまして、でその場合はカロテノイドが持ってないわけですけれども、じゃあそこから反応中心を取り出した時に、その構造が実はどうなってたかって、それもまあ同時に調べたわけですが、もともとそのカロテノイドが入るべきサイトっていうのは穴が開いてないといけないですね。でもしそこに何もなかったらその穴は潰れちゃうのかという発想があると思うんですが、実は潰れるのではなくて、その代わりにそのタンパク質を構成している特定のアミノ酸っていうのがあります。そのアミノ酸の位置が向きを変えたり、その穴が潰れるのを防いでるんですね。で、その防いでるというのをよく眺めますと、どうもある一つのアミノ酸残基がこうドアのような形で蓋をしているっていうのが見えてきまして、でそうすると外からカロテノイド色素が中に入ろうと思うと、ドアは押し開けるしか開かない仕組みになっているということが分かったので、そうするとこちら側からしか入れないだろうということが分かったと
で、それと同時にじゃあ最後にそのカルテノイド色素がこう入った時にそのまま放っておけばスッとまた出ていくのかなと思われるんですが、実は反対側のちょうど反対側のところにそれをつなげ止めておくための鍵になるようなアミノ酸残基があるということが分かって、あ、これで一方向なんだと。つまりカルテノイドが結合するサイトはある一方向からしか押し開くことのできないドア、アミノ酸によって侵入路が決定され、さらに末端の鍵となるアミノ酸がカロテノイドをつなぎ止めることで結合するのである。橋本さんはこのドアと鍵のような役目をするアミノ酸を発見したことによってカロテノイドが自発的に組み込まれるメカニズムを解明したのだ。将来の理想的なエネルギー源を目指した橋本さんの光合成の研究は広く注目を集め、 JST 科学技術振興機構の先駆け研究の一つとして進められてきた。今の科学とか技術とかいうのは非常に分化してるじゃないですか。ところが橋本先生は化学科をご出身になって、で今は物理学科にいらして、しかもヨーロッパのいろいろな研究者とは生物の共同研究をなさっていて、まさに理科全般を覆うようなバックグラウンドがあるわけですね。でそういうものを背景といたしまして、でしかも光合成というものをもっとその神の作った自然のものを超えた効率を持つようなものを合成していこうという、そういう大きな野心を持っていらっしゃるんですね。で光というのは非常に横断的ですので、過去からそうなんですけども、20世紀最大の学問である量子力学というものも陽光の中の光のエネルギー分布の研究から端を発しまして、量子力学というのができたわけですね。それで20世紀はアインシュタインをはじめとして、そういう量子力学を否定する人たちとの論争が展開されていたんですけれども、そういうものがきっかけになりまして、今量子情報通信というようなもの、あるいは量子情報処理というようなものが行われるようになりまして、そういうものも一つの目玉になっているわけです。光合成に必要なカロテノイドを人工的に作ることで、その機能を解明してきた橋本さん。橋本さんは多数結合した色素タンパク質から光のエネルギーがどのように移動するのか、その過程も調べようとしている。光合成反応で重要となる LH1 や LH2 反応中心などの色素タンパク複合体は、光を受けると分子内部の電子のエネルギーが高くなり、電子が移動しやすい状態となる。この電子のエネルギーが高くなった状態を捉えることで、光合成反応でのエネルギー変換の流れを解明しようと考えているのだ。光合成の反応は1千兆分の1秒から1兆分の1秒という極めて短い時間で進行する。光合成は光によって起こる反応である。そのため1千兆分の1秒の世界で起こる反応を観察するには、1千兆分の1秒単位で光を制御しなければならなかった。そこで橋本さんは1千兆分の1秒間隔で照射できるフェムト秒レーザーを使うことを考えた。しかしこの時橋本さんの研究室には光合成反応を追跡できるような短い間隔のフェムト秒レーザーはなく、研究はレーザーを作るところから始めなければならなかったのである。再び橋本さんの多岐にわたる知識が生かされることとなった。こうして自らの手で作り上げたフェムト秒レーザーを使った実験から、色素タンパク複合体を移動する電子の様子が明らかになった。光エネルギーを受けて分子が振動する様子を捉えることができたのである。今ここで製作しているフェムト秒レーザーは、10フェムトよりも短い、具体的には最短で6フェムト秒ぐらいのレーザーパルスを作り出すことができます。
光は、1秒間に30万キロ地球を7周半進みますので、1フェムト秒の間に光はわずか 0.3 ミクロンしか進めません。だから6フェムトですから、光の速さでも 1.8 ミクロンしか進めないようなものすごい短い時間の世界です。これぐらい短い時間ですと分子が、振動している時間よりもさらに短いので、分子が振動している様をですね、さもストロボ写真で、停止させてみるようなそんなことができるようになりました。このグラフはカロテノイドのエネルギー吸収を時間ごとに追ったものである。フェムト秒レーザーのエネルギーがパルス状に吸収され振動のエネルギーに変わっている様子をリアルタイムに観察することができたのだ。例えば分子っていうのは複雑な動き方をしてますけれども強制的にある動きだけを止めて、人間にとって都合のいい動きだけをさせると、そういうふうなことをしますと複雑な光合成の反応もいろんな色素がこの運動が関係していますので人類にとって非常に都合のいい動き方をするように制御してあげることができるということになります。これは全く新しい時間領域で全く新しい分光学の世界なのでいろんなことに将来応用ができると思います。分子の振動を実時間で捉えることは光合成研究の発展だけではなく化学反応そのものを研究する上で非常に重要な成果である。またフェムト秒レーザーを使った実験から新しい電子のエネルギー状態も発見。その発見は科学誌サイエンスに掲載され光合成の新しい過程の発見として世界的に高く評価されている。生化学や合成化学、物理学などさまざまな視点から光合成の謎に迫り新たな発見をしてきた橋本さん。地球上に1分間に降り注ぐ。この日橋本さんは高校生たちの前に立ち自らの研究について語りかけていた。世界人類が1年間に消費する総エネルギー量に等しいです。このまま何ボルトなった。現実的には例えばそのエネルギー問題、いかに太陽光エネルギーを有効に利用するかということに対して、今までの人とは全然違う発想のものを作れたらなと。高い効率を誇る植物の光合成、安全でクリーンな生命の源、そこには様々なタンパク質たちの働きが隠されていた。色素タンパク複合体やカロテノイドが織りなす驚異のエネルギー変換システム。光合成とは何なのか、新しいエネルギー源の創造とは、生命の神秘を見つめる橋本さんの研究、その先には自然と人間の調和という美しい地球の未来が広がっている。願わくはですね、自分の研究者としてのライフタイムの間にその根源的な、疑問、これが分かれば光合成が分かったよというふうにしたいなというふうに強く思っています。